アーセナル三笘獲得に、マンシーマンユーより優勢。さっきから世界最高峰リーグでインパクトを残してきたことから、ビッグクラブのターゲットになってきた三笘。腰を痛めた影響で2月から今季の出場は望めない状況となったが、他クラブの関心は薄れていないようだ。当メディアは、アーセナルは今夏、ブライトンのウィング、三笘薫の獲得レースで、マンチェスターシティとマンチェスターユナイテッドをリードしていると伝えている。一方で、当メディアによると、アーセナルはミッドフィルダー久保建英、レアルソシエダードへの関心も継続させており、久保の獲得が実現しなかった場合に三笘に本腰を入れるという。久保は、残留の可能性も残されており、現実的には、三笘が本命と言っても良さそうだ。三笘選手の課題は、怪我や稼働率であるというコメントがいくつかありますが同意しかねますね。特に、冨安選手と同列に語っているコメントは論外です。開幕から怪我人続出、さらに、EL などの過密日程も相まってなんとか答え続けるも、ついに負傷したのが三笘選手です。まるで、怪我がちな選手のように言われるのは、納得がいきません。久保と三笘では、左右のポジションが違うけど、久保が取れなかったら、三笘、みたいな取り方ってあり得るんですかね。いずれにしても三笘は、プレミア上位へ、ステップアップしてほしいなと思います。昨年もこの噂出てたけど、もし、本当に、アルテタが考えているのだとしたら、3人をどう使うの？いくらとオスポでも、この話昨年も聞いたから、あるのかもしれないけど、本当かな。あとロサール、マルティネッリなら、基本ファーストチョイスは、三笘になるだろ。試合ごとにローテーションしながら、調子だったり、相性のいい選手をスタメンで、チョイスしてく感じじゃないかね。まあ、移籍したらの話だけど、個人的には全然ありだと思う。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、サッカーネタを毎日投稿しています。ぜひチェックしてね。